もらいました。かわいいでしょ。てか今日寒すぎて無理、寒すぎて無理ね、寒いよね。よいしょ、どこしょ、あらよっと。これからバイトなんですけど、お疲れ様です。今日は祝日でしたね。米津さん、くまちゃんまん、ありがとうございます。くまちゃんまん、黒い服いいですね。これですか、これ秘密兵器さんのロンティーをもらいました。でも寒いから中にこのニットを着てますけど、もう今日はだるぎ、超だるぎ。サッカー楽しみやわ。サッカー見れてないな。うん、こんにちは。これからお稽古でございます。ごぜいやす。アベマでは全試合無料で見れる。あ、そうなの。そう、巨人のファンフェスタにいる。うわ楽しそう。楽しそうじゃないですか。ファンフェスタ楽しいよね。じゃーん。こんにちは。あれです、カフェオーレです。若手中心のところにエース来た。めっちゃいいじゃないですか。朝から日本代表用のユニフォーム着てるわ。すごい楽しそうですね。みんないい感じやないですか。きっと人生は素晴らしい。これから日本の初戦やで。パブリックビューイングを見れるお店でみんなで騒ぎたいっていうのが私の一つの夢なんですよね。めっちゃね、おとといも歩いてる時にめっちゃパブリックビューイングやりますみたいなお店があって、すごい素敵って思った。こんにちは、タカさん、初見ありがとうございます。一人一人にこんにちは言ってるやんけ。けどコメントが流れるな。セイスさん、ハートありがとうございますね。みんなでさ、なんか知らない人とも別に
騒げるしね、スポーツだったら。そう、川原ちゃんは行かないの？何が？川原ちゃんは今からお稽古、今からお稽古ですね。で、夜できそうにないのでちょっとわかんない、ギリギリですね、夜は。だから雨降ってるのが嫌ですね、ほんとに。ほんとそれ、雨無理。私も雨が一番嫌いなんです、本当に。本当に、あの、別に濡れなかったらいいんですけど、足元が濡れたりするじゃないですか。そう、だから本当嫌ですね。パブリックビューイングは行かないですね。行ってる暇がありません。ビルの隙間の風ですごい肌寒い、絶対寒いよね。でも雨、なんて言うんだろう、このなんかブワーって降る雨は嫌ですけど、なんかこうしとしとと降る雨は割と好きですね、私。前ね、公園に行った時にちょっと屋根付き、なんか急に雨がふわーって、あのふわーってやつが降ってきたので、やばい雨降った、でも雨降ってきたかもと思って、こうなんか屋根がある椅子のところに避難して、ちょっと椅子に座りながら、ふさしさん、ハートありがとうございます。情緒なんか急に消えちゃった、通信が悪いのかな。山元気さん、ハートありがとうございます。今日は雨がずっと降ってなかったら買い物に行く予定だったね。やっぱりさ、行く気も失せるよね。どっかに行こうかなみたいな。雨音で目が覚めるのは好きですか？え、嫌いです。もう雨っていうのが嫌いだから、なんて言うんだろう、なんか雨が嫌ですね。そう、あと私は朝はあのお部屋の中が明るいのが絶対条件なんですよ。そうだから、レンタルの試着で18万と聞いてやばと思った。何が雨嫌、ね、嫌です。四角の祝日の雨は残念ですね。まあそうですね、雨残念ですけど、まあ明日、今日降ったらもう明日明後日晴れっぽいですね。わかんないけど、土曜日がちょっとあれかな。
こんにちは。明日はね、あったかいらしいですね。ほんで、28日がジャパンアイドルスーパーライブです。しかも豊洲ピット、前お世話になった豊洲ピットです。豊洲ピット、違う、あの28日のイベントの日は寒い、寒めですね、最近からで言うと。てか普通にこの時期に21度とか20度とかになるのすごくないですか。私そのもうちょっと寒いイメージだったんだけど、昨日も暑かったですよね。テレ東音楽祭は見れそうにないですね。今日はお稽古なんです。よいしょ。レッツラゴー。頑張ります。楽しいです。てかあの本当に脚本が面白くて、舞台お茶の間見に来てください。じゃあ30分になったらちょっと待って、15分出たっけ、出てないわ、もうちょっと。愛してまありがとう。お茶の間っていうのが、お茶の舞台お茶の間っていうのが12月27日から30日までシアター新宿シアタートップスさんであるので、ぜひ来てください。待ってます。今グループの活動で自分の仕事は何、劇場公演かな、いやコンサートかな、いや歌って踊ることかな。可愛らしいピンクの服を持ってないです。眠いね。チケット発見しました。なくさなきゃ、もうなくさないようにしてください。あやさん、誰もありがとうございます。28分ですね。じゃあランキング読むかしら。
と一回こっちでやります。7位ミスターミッチさん、6位違う、10位オムライスさん、9位オニオナイトさん、8位久石さん、7位ミスターミッチさん、6位つぶりになるまさん、5位ひでじろさん、4位チャリングさん、シンガポールメディ、3位立山県警さん、アットワークミニオン、2位 MT セルナナさん、1位アヌネさん、ミサが最高でした。ということで本日もありがとうございました。バイバーイ。今日も雨ですが楽しい一日にしてください。それではおやすみ、おやすみじゃない、いつもの癖で、バイバーイ。